ドッグフードドッグフードとは、工業的に生産された犬用の食料を指す。人間の食事の残飯などは、犬に分け与えられたとしても、ドッグフードとは呼ばれない。スーパーやペットショップなどで購入できる最も一般的な、ドッグフードには、袋入りの乾燥した固形のドライタイプと、缶や真空パック入りの柔らかいウェットタイプの2種類がある。ドライタイプでは、 水分が6%から10%程度に抑えられる一方、ウェットタイプでは60%から90%程度の水分が含まれる。反省タイプの水分量は25%から35%程度である。ドライタイプは開封後も長期保存が効き、手軽さと安価さから好まれる。ウェットタイプは一度開封すると長持ちしないが、指向性が良い。ウェットタイプは ドライタイプや反省タイプと比較して非常に水分量が大きい。缶入りタイプは殺菌処理して缶詰される。水分を除いて比較すると普通ウェットタイプはドライタイプよりもタンパク質が豊富である。しかしながら水分量が非常に大きいためドライタイプよりも多めに与える必要がある。グルテイやタンパクゲルが含まれることがある。これは あたかも本物の肉片であるかのように見せかけることを目的として人工的に添加される。伝統的なドッグフードとは異なる形態も登場してきている。ほとんどの市販のドッグフードには犬にとって不要、または有害とみなされる材料が含まれている。傾向として、廉価品ほど肉の含有量が少なくなり、畜産副産物や穀物ベースの増量剤が多く含まれる。 一部の高級品を除けば、犬にとっては不要で、アレルギー、各種成人病、虫歯の原因となるトウモロコシや小麦が肉よりも多く、含有されている。このような材料を使用しながらも、あたかも健康的で新鮮な自然食品が含まれて、いるかのように消費者を誤解させる包装デザインが、大変多く、批判の対象になっている。一方、高級品では、放し飼いの自撮り、 抗成物質やホルモン剤を投与しない家畜、オーガニックの果物、野菜、各種必須ビタミンミネラル、DHA 等必須脂肪酸などを配合し、穀物を全く含めずに栄養バランスを取った商品もある。原材料表は規制により調理前の重量順に列挙されなくてはならないので、消費者はこれを参考にできる。日本で市販されているドッグフードの多くが、 米国メーカーの製品であるが、老庫によると、米国においては、ペットフードに含まれる、畜産副産物は法に基づいて、適切に処理される限り、いかなる病気により死亡した動物でも、いかなる種類の動物でもよく、いかなる部位でも良いとなっている。これには、牛海面上の症の伝染の危険性から、人間用には禁止されている、牛の脳部位や、脊髄も含まれる。また、 安楽死させられた犬猫も含まれる。近年では日本国内で製造される高品質な国産ドッグフードが販売されるようになってきた。しかし海外産の原材料だけを使用していても日本国内で最終加工を行えば国産と表記できるようになっているため国産食材であり国内で製造しているドッグフードはまだまだ少ない。 野生の犬か動物が自然界で食べているものこそが最も理想的な食事だと信じる人たちがいる。彼らは人間が品種改良した家犬にも同様の食事を与えるべきだとする。市販のドッグフードは獲物の代わりとしてふさわしくないと考える。一方、この主張に反対する人もおり、生肉を与えることで食物経由の病気にかかるリスクは 生殖による利点を上回るし、そもそもその利点も科学的に十分に研究されていないとする。米国のアメリカ食品医薬品局は通達で、生殖は擁護しないが、もし生殖をさせるなら、ペットと飼い主の健康被害を最小限に抑えられるように、基本的な衛生基準にのっとって、生肉の取り扱いに気をつけながら与えるように推奨している。現在、 市販の生食ドッグフードのメーカーは高圧蒸気滅菌を行っている。これはオーガニック自然食品に利用することも許可された方法である。ペットショップやインターネットなどで入手できる生食ドッグフードは普通にスーパーで売っている生肉よりも理論的に安全である。スーパーなどで売られている生肉は調理用として売られているので許容細菌レベルが比較的高い。 生食ドッグフードとして売られているものは生で食べることを目的としているので許容細菌レベルが比較的低い。ありがとうございます。